気持ちよかったです。もう最高でした。もうなんならこのまま夜に行ってしまいたいくらいでした。でももう M の10時でしょ。もう一日が終わります。このままだと。あとディズニーに行く予定です。だってファンタジースプリングス入れるかな。だって最近は日曜日から明日早いんじゃない。かわいいね。いっぱいくもありがとう。今日は脳内パラダイス公演のもうステージリハでした。そうで、ちょっとなんか下からすぎてブサイクだね。なんか高さを出したい。なんでこんなに早くステージリハをしたかと言いますと、ちょっと待ってね。ねえ、ファンタジースプリングスさ行くならさ、お土産絶対これ買った方がいいと思う。今売ってんのかな。これ人気らしいからあれだけど、これのねチョコレートがめっちゃ美味しい上に可愛いの。ねえ、可愛くないこれ。だからファンタジースプリングスに行ったらこのチョコのお土産に買って私と一括してほしい。これね、中に物とかも入れられてるんだけど、物可愛すぎて入れられないんですよ。めっちゃ可愛い。なので買ってほしい。これはいくらだったっけ。1000円くらいだった気がする。嘘かも、忘れちゃった。なんかもう買わなきゃと思って買ったから、覚えてないや。てかお腹空いたんだけど。久々に配信見に来れましたらって、ありがとうございます。最近朝ばっかりだったからね。私なんかお腹空いたんだけど、そう、それでね、ノーパラのリハーサルをしたんですけども、あのね、ちょっと待ってね。ノーパラのリハーサルをしたんですけれども、もうあの時にその私たちがノーパラした時に残ってるスタッフさんもあんまりいらっしゃらなくて、まあそりゃそうですよね。今若いスタッフさん方が多いので、そう、それでこうなんか、まあ、お勉強みたいなのも含めて1週間前にねやるみたいな感じになったんですけど、そうそう、だからこうそういうスタッフさんリハも含めて、そう、今日はだからなんか時代も変わったもんだなと思いました。めっちゃ思いました。超楽しみ。てかもう髪が明るくなったんだけど、早すぎ。そうそうそう、こう規制の人数が減ったとともにスタッフさんも変わったなと思いました。そうそう、だから1週間前早めにやっておこうみたいな感じだったので、そう、1週間前は本当にあんまりない。普段はいつも1日前とか2日前とかにギリギリめにステージリハするんですけど、今回は早めでしたね。でも私たちも早めにしたことで、あ、なんかここはもうちょっと個人が練習してこようねとか、そういうのもできたかな。そう、嬉しかったというか、いい感じでした。私はバタバタするのが苦手なタイプだから、そうやって前にやることがすごくいいタイプなんですけど、なかなかそういうのもなくて、でも確認はねあんまりましたけどね。でもなんか本当にまあ言っちゃう限りの公演なのに、こんなにたくさんの方が関わってくださるのが嬉しいなと思いましたね。もうなんか全員、もうメイクさんも衣装さんもとかもね、な
ダンスの先生もとか全員含めてマネージャーさんもとか全員がもうなんか楽しみ、わご帰省おめでとう、周年おめでとうって言って、なんかいろいろ動いてくださることがもう本当に嬉しくて、そうだから私たちも頑張らなきゃって気持ちにすごくなるんですけど、そうなんかみんなが楽しかったなとか見ててよかったなって思うね瞬間になれたらいいなって思います。にしてもなんかスペシャルすぎるのでスペシャルすぎるから今日も全部通してやりましたけど、スペシャルすぎるので、あの本当に楽しみにしていてほしいなって、1週間後ちょうどもうこの時間にはきっと終わってるのでえって感じなんですけど、なんかスペシャルですね、だって7人でやるからこそできるんだなと思います。楽しみです、だって楽しみよね、でもこの楽しみが終わるんです、悲しい、終わっちゃうんです、終わらないでほしい。なんか楽しみすぎることって終わっちゃった後があれですよね、シューンってなっちゃう。シューン、なので皆さんは楽しみにしていてください。まずともよ、1曲目のともよは私はボーカルだったんですけど、増田さんポジなので、そうお歌がうまい増田さんポジなので、ボーカルポジなんですけど、もしかしたら私が楽器をジャンジャカジャンジャカジャンって弾いてるかもしれませんし、ドラムを叩いているかもしれませんし本当にどうなるのかも楽しみにしてもらいたいし、はいとかね、そう私増田さんぽちなんです。本当になんかもう一回さチーム K さんのノーパラの公演とかさ見返したけど、もうかっこよすぎて、かっこいいんですよ、もうかっこいい、うん、来週は仕事が忙しいけど、だってノーパラが楽しみすぎて乗り越えられそうです、だって嬉しい、嬉しい、なんかそういう風ななんかみんなのなんて言うんですか、なんか頑張る力になれてるのは嬉しいですね、本当に。とかあと何があるか、ユニットは何なのでしょうとかね。でも改めてやったけど、ノーパラアンコールきつすぎるなんだろうね、なんであんなきついんだろう、私めっちゃ汗かいたんですよ、すごい。でなんかあの時の感じがやっぱ残ってるから、その小石とかももう本当にもう床と体上半身が平行になるんじゃないかってレベルまで体が落ちるので、サイドステップを一生やり続けるんですから、あの曲マジできついんですけど、でももう腰下げろって言われてるのがもうしんどすぎて、もう本当に自然ともう平行になってる、マジで床と顔近いすごい、私のあんな姿多分久々にいるんじゃないですか、きっと皆さんは。最近はもうこんな感じが多いから、そうもうこんなんなってるからね、もうそんなのもあだったらもう汗めっちゃかいちゃって、楽しみにしてほしいなと思いますね。
これかわいい、このクマ。あれ、メドレーしんどいと思いますって。しんどいです。あのね、なんか使うところが違う。もう多分ね、なんかあ、こういう公演を研究生はした方がいいんだろうなって思う。なんかだからそういう公演ができてよかったなってノーパラで思います。うん、可愛い曲はあんまりないけど、でもがむしゃらにガツガツ踊る曲とかが多いから、そうそう、こういうこの公演が緊急性公演でできてすごい良かったなと思うね。私はやっぱ AKB さんの公演が好きだから特に思う。前やった時と比べてもしんどいですかって。やった時全然しんどかった。なんかでも体力が落ちる、落ち、まあ、ちょっと多少落ちてるとは思うんですよ。高校生だったからの時は落ちてるとは思うんですけど、そうじゃなくてシンプルにきつい。シンプルにあんだけもきつかった。だからなんか、あ、こんだけできるんやなと思いました。お腹すいた。でお腹空きすぎて終わってからメンバーと一緒にマックに行きました。食べちったけどお腹空いちゃった。で帰ってきて眠っちゃいました。眠すぎ。何の髪型しようかな。あ、すっごい数の方がノーパラを申し込んでくださったんだね。そう、スタッフさんから聞いてびっくりしました。えって、そんなにですかみたいな。想像してたよりも申し込んでくださっててびっくりした。そう、そんなにと思って、ありがとうございますって感じ。ありがとうございます、本当に。まあ、来れない方もいらっしゃると思うので、そうそうそう、いるとは思うのであれなんですけども、ありがとう、びっくりした。みたいな、みたいな、なんか想像してたよりは。昔アンコールの黒石でこっちも声が持ちませんでした。あれずっとおいおい言うもんね。大変だよね。ほんと皆さん頼みです。いっぱい言ってください。 DMM の前の人もおいおい言ってほしいし、劇場に入った人もおいおい言ってほしいです。みんなでおいおい。そんな明日はゆえるちゃんの生誕祭です。今頃緊張してるんだろうな、ゆるちゃん。当選して嬉しかったの。だってね、かわいい。私もやで。明日もゆるちんの生誕祭です。夜公演ですね。なので楽しみー。
眠、楽しみ、めっちゃ早く寝よう楽しみだから早く寝よう。私が司会かな、だって。私ね、あのね、司会ねマジでやったことないんだえ、本気でやったことない、あのマジでやったことない。え、私ね本当にやったことないんだよね、この5年もやってて。はい、やったもん。私今日はなんとかちゃんの生誕祭ですまでしかやったことないです。その後やったことないけど、なのにあの番組の MC はできましたやりできました、私できちゃった。今度もフェスタでサンタの MC しますできるときはできます。でもあれも自分でやりたいって言われるんですよ、マネージャーさんが当て込むので。いのちゃんリップが可愛いだって、じゃらん。そう、あの劇場公演の MC も一時期やってたけど、ニノの MC めっちゃファンなんだけど、っていっぱい H のメンバーが言われたんだけど、最近やってんだよね、もう私。いやもう本当にやっても多分1回くらいしかないと思う。やばくない？ 1 回ってやばいよね。もう 何年やってんのこれかわいいよね、このリップ。でも劇場公演で使うと、もうここにペタってくっついちゃうから使えないの。あ、イブちゃんの時にしてたらしい、私。え、そうだったっけ。あ、でもしたような気もすんな。めっちゃ前よね、それ。でも6年ってやって1回ってやばくないですか6年やって1回ってやばくない？明日もドームでライブなので朝から駐車場に向かいますって。なんかドームら辺で時間潰せることあるのかな。今日もドームでさ、ライブだったからすっごい人でしたよ。すっごかった、めっちゃすごかった。人身代わりのリップを教えてくださいだって。身代わりで買うリップ、私持って帰ってきたけど、メイク動画の時置いて帰ってきちゃったのね。このバニラコのリップがおすすめです。バニラコのリップがおすすめPK04 番おすすめです。これいつも劇場公演の時使ってるけど、私はこれが一番好きかな。スースーするのが好きだったらおすすめですね。こんにちはだって、こんにちは。私何日か経ちましたか、もう経ったっけ。疲れた、なんか疲れちゃった、私疲れた、めっちゃ汗かいたし疲れちゃった。
ね、疲れちゃった。達成してましただって。夜ご飯食べましたか？ってマック食べた。え、でもねお腹空いたの私にめっちゃ今。なんかないかな家の中。卵があるよ。でもお米がないよ。卵焼きとか作るのめんどくさいし。え、そうなの？マーケーズの野菜の店があるだって。え、そうなの？え、そうなの？え？え？どこ？これ。え、そうなの？え？これまだメンバー誰も知らないよ。絶対みんなメンバーに言わないで。なくなっちゃうから。私が食べたら言って。え、そうなの？どこ？いちご飴売ってるところだって。なんか売ってるとこあったっけ。絶対言わないでね。私が明日食べてみんなに自慢するの。ゆうちゃんどこで食べたって。いちご飴やってるとこってアイス屋さんに変わったんじゃないの？あのロールアイス屋さん。そうなくなっちゃうからマジで言わないんだね。アサイ食べたい。私今からでもマークイズ行きたいくらいなんだけど。もうさすがに閉まってると思うけど。大好きなの。自慢したの可愛いだって。自慢した、見てって。ねえ見てって、いちこってお店らしい。え、そうなんや。え、そうなんだ。こうね、これいちこ九州で調べてみてるって。そうな、なんかさどんどん増えてきてるね。いいよいいよ。それこそ私ゆるちゃんとアサイのお店開こうって話もしてるの。年々の話ね。今すぐじゃないけど、でもその時にはアサイのブームなんて終わってるよねって話になって。確かにみたいな。どうやったら流行る前のものを流行る前のものを察知して取り入れて動いて、どうやったらさそうなるんだろうね。すごいよね、そのなんかすごいよね。だから今から浅井屋さんになってもさ、もう浅井屋さん増えてきてるからさ人気になるじゃないですか。じゃなくて
アサイヤさんあんまりない中で始めて、すごくない？そういう数量限定って、え、そうなの？そうなんだ、流行語にアサイが入ってましたんだって。でもそれで言うと私アサイはあのめっちゃ前から好きでしたよ。あの私流行る前から好きだったよ。ちょっとマウントみたいになっちゃうけどマウントみたいになっちゃうけど、作る流行る前から好きだった。こんな人気になる前から。最近お店が増えたからあれだったけど、東京の方に好きなお店があって、そうなの。すごいよな。だから前は好きだったんで、私がまだ冬のコールとか着てる時代から好きだった。だからさ、それこそなんかいいぞとかでもさHKT でも浅井とか売り始めればめっちゃ入りそうじゃない、劇場めっちゃ流行りそうなのにな。すればいいのに。でもしたら HKT カフェみたいになっちゃうのか。推しドリンクだって。私本当は推しドリンクスムージーとかがいいよ。けどスムージーとか作れないじゃん。私が作っていいのが売ったら売れるよ。だっていやいや多分ちょっとで終わるよちょっとで終わるよ。スムージー飲みたいね。なんかあいいね。スムージーの機械が欲しい私。スムージーのなんかミキサー欲しいな。でなんか朝とか優雅にスムージーとか作ってみたい。でもそれを買うフルーツが高いじゃないですか。でジューってやってみたいけどめんどくさそう。なんか洗うのもめんどくさそうとか思っちゃうでも最近はあの前も話したけどラジオで話したのかな、セブンイレブンにスムージーの機械があって、そうそこでやってるのめっちゃ気になる。あれ飲んでみたいなっていつも思うんだけど、いつも飲んでないけどめっちゃ気になる。今度のラジオ収録の時飲もうかな。お腹空いたな。
やばい、メール送らないと。お腹すいた。メール送るね。もう今日お休みメールにするね。眠たいから私。疲れた。写真がないな。なんか今のさあ、生写真かわいい。明日の配信はショールームが終わってから、あ、ショールームじゃない、劇場公演が終わってからにしようと思うので、うーん、何時だろうね、8時とかそこら辺の時間、劇場が終わってお家帰ってきてからしようと思います。なのでよろしくお願いします。はい、ランキングじゃなくてメール送ります。シュン、オッケー。オッケー。よし、お風呂に入ろう。眠たい。めっちゃ眠たくなってきちゃった。突然に眠たくなって不機嫌になりそう眠たい、お腹すいた私お腹すいたり眠たくなるとさ、それしか言えなくなっちゃうから、もう配信終わりね。明日は劇場公演なので頑張ります。はい、楽しかった。今日はすごく、すっごくすっごく楽しかった。はい、では
みんなアイテムいっぱいありがとう。クマいっぱいありがとうございます。いっぱいいっぱいありがとう。はい、ランキング見ます。13位が原始人、12位がゆりか、11位がフラン、10位がのりさん、9位がカッサン、8位がハリー、7位がチャンさん、6位が吉田さん、5位が赤いグリフォン、4位がオカモ、3位がウォーナー、2位がコムさん、1位がハセボのてっちゃんでした。てっちゃんありがとうございました。すごい、今月いっぱい公演来てくれる、ありがとう。明日は気をつけてきてください。朝いい取らないでね朝から行って暇だからって。ありがとうてっちゃんでした。みんなも見に来てくれて、こんなに夜遅いのにありがとうございました。あの、何だったっけ、日曜日か、なんて言ってしみようか分からず閉めちゃったけど、日曜日なので皆さん明日も楽しく過ごしてください。私劇場公演ゆるちゃんいっぱいお祝いします。ではバイバーイ。もうすぐにお風呂入ってきます。バイバーイ。仕事です。だって仕事頑張って。おやすみ。